はい、本日はですね、僕が持ってる無地の白 T10 点を着ていきたいなというふうに思います。で、僕はですね、今年の夏、無地の白 T で自分に似合うやつを探し求めて10個ぐらい購入したっていうことになってるんですけど、まあ、結構白 T って自分に似合うのを探すの結構難しいじゃないですか。でもとりあえずキアナは分からへんなと思って、まあ、いろいろ買ったりはしてたんですけども、まあ、今回ご紹介するアイテムは今全部現在販売中のアイテムになってるので、まあ、それ見てもらって、ご自身の白 T の参考にしてもらえばいいかなと思いますし、それこそこれ見ていただいてる方でも、いや、そうやね、無地の白 T 探してんけどあんま絵のないねんなっていう方いらっしゃると思うので、まあ、そういう方の参考になればなというふうに思いますので、まあ、早速10点を紹介していきたいなというふうに思うんですが、僕が実際着てて感じたこと、もちろんいいとこもあれば悪いとこもあると思うんですけど、その辺を1点ずつ紹介していって、でなおかつ着用もしながらサイズ感とかもお話していきたいなというふうに思いますので、早速いきたいなというふうに思います。ではですね、まずこちらが1点目になってて、こちらはベンチっていうブランドっていうか会社が出しててですね、まあ、これは日本誰でも知ってるような企業になってるんですけど、ベンさんっていう学校のトイレとか病院のトイレとかで履く茶色のサンダルじゃないですか。あの会社が作ってる T シャツっていうことになってて、この T シャツの一番の目玉っていうのはですね、抗ウイルスになってるので、そのウイルスをなくしていく T シャツというか、ウイルスを殺していくというか、ウイルスがなくなる T シャツってことになってて、具体的に言うとどういうことなんかっていうと、例えば服とかにこうウイルスがつきましたと、ほんなら別に放ってても消えることってないじゃないですか。むしろ繁殖していくことはあっても消えることはないけど、この T シャツやったらウイルスがパッて服についたとしても、時間の経過とともにどんどん菌がなくなっていくっていうような加工をされてるっていうのが、この T シャツの一番の目玉かなというふうに思うんですけども、まあ、早速着ていきたいなというふうに思います。はい、でですね、まあ、着用した感じがこんな感じになってて、結構首元がギュッて締まってるんですよね。まあ、僕結構こういうの好きなんですけど、首元がギュッて締まってて、まあ、あとはまあ、シンプルな感じになってるので、まあ、特に突出して言うことって別にないんですけども、これで確か L サイズかな、 L サイズですね、購入してるので、そんなオーバーサイズっていうわけでもなくて、まあ、本当にジャストサイズ的な感じで作ってて、なおかつ菌を飛ばしますよということになってるので、まあ、これ結構面白い T シャツというか、見た目はそんな全然大したことないというか普通やけど、まあ、ちゃんと菌を殺してくれるので、まあ大したことないって言ったら、これから10点紹介するアイテム全部大したことないんですけど、まあシンプルなんですけど、まあ、着た感じはちょっと身幅がゆったりしてて、首が詰まってるなっちゅう感じですね。で、まあこの T シャツに関しては結構知る人ぞ知るっていう感じだと思うので、あんまり人と被ったりしないと思いますし、ワンポイントとしてはここですよね。ここになんかロゴが入ってる、ベンチっていうロゴが入ってたり、洗い方、要はタグがここについてる、タグではないんですけど、タグの表記がここにプリントされてるという感じになってるので、よく T シャツで着てこの裏側にあるタグがここに当たってチクチクするっていうこともないですし、まあ、少し人と違うような白 T という感じではなってます。で、次いきます。で、次がですね、こちら逆に人とめちゃくちゃ被るでっていう T シャツなんですけど、こちらがですね、ユニクロ U のクルーネック T ってことになってて、まあ、これは別にそんなに言うことも特にないと思うんですけど、まあ、990円かな、1000円ぐらいで買えるってことで、結構コスパ、値段は安いんですけど、生地はしっかりして頑丈な生地を使ってるってことで、まあ、お持ちの方も多いと思うので、まあ、特にこれ話していくことはないかなというふうには思うんですが、まあ少しこう見てもらったら、これが普通の僕今着てる先ほど紹介したベンチの T シャツが真っ白って感じなんですけど、このユニクロ U の T シャツはちょっとね、気なりがかってるんですよね。だからその辺がちょっと気にはなるんですけど、まあ、そんな感じが特徴かなという感じになってますので、まあ着ていきたいなと思います。はい、とまあこんな感じですね。まあちょっとやっぱり大きめな感じになってて、先ほども L サイズなんですけど、これも L で同じようなサイズ感かなと思いきや、これに関してはちょっと大きめな感じになってて、まあ最近の流行りっぽい感じですよね。ちょっとオーバーでもないけど、ちょっとゆったりした感じのシルエットという感じではなってますね。はい、まあこれはユニクロ U で、ユニクロ U は特に喋ることないので、次に行きます。次に行きたいと思います。で、次がこちらですね。こちらがホワイツビルっていう、これはパック T になってて、1枚で購入するタイプじゃなくて2枚セットになってたりとかするやつなんですけど、そのパック T で、これアメリカのブランドのやつなんですが、こちらも同様にコットン100で、今まで紹介したやつ全部コットン100なんですけど、コットン100で作られてるので、まあ、いかにもアメリカっていう感じなんですけど、ただこれちょっと気になるところがあってですね、このホワイツビルの表記ではですね、生地の厚さっていうのがですね、 6. 何オンスか、なんか6オンスオーバーぐらいって結構分厚めやなと思ってて、まあ大体一般的に6オンス超えたら透けないって言われてるんですけど、6オンスこれも超えてるというふうに表記はあるんですけど、実際着てみるとなんか薄いかなという感じがあるので、この辺はちょっと着てみて感じたことなんですけど、着るまでは6オンスやし、これパックティーでアメリカのブランドってめっちゃええやんと思って買ったは買ったんですけど、まあ、着てみると薄いなっていう感じがあるので、実際着てみたいなと思います。
はい、とまあこんな感じですね。まあパッと見そんなわからないかなと思うんですけど、僕個人的にはなんかやっぱ薄いなっていう感じが若干するんですよね。だからそれさえ気にならなかったら、まあ、パクチーの割には結構しっかりした感じやなと思うんですけども、いかんせんそれがちょっと気になるって感じなんで、ちょっとまあスケスケがどれぐらい透けているかなという感じではありますね。これもちなみにサイズは L サイズですね。まあこんな感じになってるので、そんなとびきり大きいっていう感じでもなくて、どっちかって言ったら縦長なシルエットかなという感じでは思います。で次がですね、まあこれは有名どころやと思うんですけど、ヘインズのビーフィー T シャツということになってます。まあこれもパック T になってるんですけども、あの牛のやつのマークで、これ多分皆さん見たことあると思うんですけど、まあ2枚で2000円とか3000円ぐらいで結構安いので、いろんなセレクトショップとかで売ってたりとかするんですけども、まあこれも同様にコットン100なので、これに関してはちょっと防縮加工っていう洗いの加工がされてないので、1回目洗う時だけちょっと縮みがあるんですよね。まあそれはあの動画で詳細喋ってはいてるんですけども、別動画でちょっと縮みがあったりはするので、まあその辺とかも考慮しながら購入していくっていう流れにはなるかなと思うんですけど、これも L サイズですねっていうことになってて、よく友達とかからですね、僕これ動画出してからこれやっぱ良かったって言われてよく聞かれたりはしたんですけど、まあそんな特別良くもないし、おすすめするような感じではないと言ってるんで、まあ別に普通は普通なんですけど、値段考えたらまあコスパはいいけど、おすすめしたいかって言われたらおすすめするような感じではないという感じにはなってます。では着用していきます。はい、とまあこんな感じになってるので、まあ至って普通ですよね。めちゃくちゃ普通な感じで、まあシンプルっちゃシンプルで、まあこれで1000円ぐらいかって考えたら、まあコスパは全然いいとは思うんですけど、まあそんな感じの、あの可もなく不可もなく T シャツかなと、まあ僕個人的には思います。そんなことより着替えすぎても髪の毛ぐちゃぐちゃになってきたんですけど、まあそんな皆さん見てないと思うので、次に行きたいなというふうに思います。では次はこちらですね。こちらノースフェイスのパープルレーベルから出てる、こちらもパック T になってて、お前パック T ばっかりやんけって感じだと思うんですけど、またパック T じゃないやつも紹介するんで、ちょっと待ってくださいね。パック T 行くんですけども、これに関しては色を選べるんですけど、白白とか白と黒とか黒黒とかいろいろ選べるんですけど、色を、まあそんな感じになってて、そのパック T で、これはコットン50ですね。で、あと残りの 50% がポリエステルになってるので、まあ、本当に乾きが早くて、ちゃんと汗も吸ってくれるっていうような、まあ、ちゃんと機能も搭載されているようなパック T ということになってるんですけども、まあ、ただこれに関しては本当に肌着感があるので、まあ、インナーとして着るっていうのがメインの着方になってくるんかなと個人的には思ってるので、あまり着用回数は多くないんですけども、やっぱりインナーとして作られてるっていうことも考えると、着た感じというか着心地は結構良くて、まあ、最初の方に紹介した例えばユニクロの T シャツなんかはですね、ちょっとガシガシしてるので着心地はそんなにいいとは思わないと思うんですよね。まあそれに考えると、まあ、これはパック T なんで、やっぱり着心地とかはいいかなという印象はあるんですが、いかんせん1枚では着れないかなという印象はあります。まあちょっと透けるんじゃないかなと思うので、まあ実際着ていきたいなと思います。はい、とまあこんな感じですね。まあちょっとゆったりしてるぐらいのサイズ感ですかね。まあちょっとゆったりしてるかなというような感じになってて、まあ透けはどうかっていうと、まあ透けに関してはちょっと透けるかなという感じはなってるので、まあ1枚ではちょっと僕は着ないので、まあインナーとして着るかもしれんなっていう感じなんですけど、まあ着るならインナーやろうなという感じではあるとは思うんですが、まあ、僕に関してはこれ全然もう着る機会ないので、まあ、処分すると思うんですけど、まあ、着るならインナーかなという感じでは思いますね。まあ、ちなみに僕この白はあんまり着たいなとは思わないんですけど、これ黒の色違い持ってるんですけど、黒に関しては全然その着心地もいいですし、あんま透けないので、あのまあおすすめは結構黒の方が個人的にはおすすめはおすすめなんですけど、まあ、こんな感じですね。パープルレベルのパックディという感じになってて、次に行きたいなと思います。後半になったら疲れるのが分かってるので、後半に好きなアイテムを残します。まあ別にどれとは言わないですけど、で次行きたいなと思います。次がですね、こちらグッドウェアっていうものになってて、すいません、今までちなみに全部着てるのは全部 L サイズです。でこれも L サイズです。でグッドウェアっていうブランドになってて、これもアメリカのブランドになってるんですけど、これに関しては本当にあのコットン 100% にできてるので、本当にガシガシした感じで、今まで紹介した中でも一番生地が分厚いような生地感となってるので、もちろん透けとかの心配はないのはないんですけども、逆に言うと夏場はちょっと暑いかなという感じではありますので、1枚で着るのには何の心配もないんですけども、少し暑がりの人からしたら気になるような感じかなというふうには思います。まあ、ちなみにこれもポケットがついてるぐらいで、あとはまあシンプルな感じになってるんですけど、今までのシルティとちょっと違うのが、生地がですね US コットンっていうコットンを使ってて、そのアメリカの生地なので、ちょっと生地感にムラがあったりするんですよね。まあ、それがまたいいところでもあり悪いところでもあったりはするんですけど、まあ、そういった頑丈な生地を使ってるということになってて、まあ、ちなみに US コットンはですね、別にそんなに大して高級な生地っていうわけではないんですけども、まあ、頑丈さとかムラ感っていうのがその質感に出てくるので結構人気があったりはするんですが、もちろん上質なものとかはどっちかっていうと US コットンよりかはエジプトコットンとかシーアイランドコットンとかスーピマコットンとか、また別のコットンの方が結構あのいいのはいいんですけど、 US コットンに関してはそんなに高品質なものではないけど、人気のある丈夫な生地が採用されているということになっているので、これも着ていきたいなと思います。はい、という感じになってですね、まあ、いきなり帽子かぶったんですけども、髪の毛直すのめんどくさいので、もう帽子かぶっていきたいなと思います。まあ、こんな感じでちょっ
っとまあゆったりしてるかなって感じなんですが、これも L サイズですねで着用してるので、まあ、そんなオーバーサイズっていう感じでもなくて、袖に関してはそんなに長くはないですよね。まあ、なので昔のスタイルというかジャストサイズで着たい方はこんな感じですかね。このグッドウェアなんかはいいんじゃないかなというふうには思います。やっぱり着た感じはさっきのノースエースのパックティーなんかと比べるとガシガシした印象はあります。ちょっと男って感じの印象ですね。で次がですねこちらになってるんですけど、これはパックティーじゃなくて普通に1枚で売られてる T シャツになってるんですけど、このブランドがですねあんま聞き馴染みのない方もいらっしゃると思うんですけど 10YC というブランドになってて、 10YC というのは 12Y に C で10年間着れる洋服を作るっていうブランドになってて、まあ、たまにそういうのって聞いたりするじゃないですか。ブランドのコンセプトを勝手に言っててそんなあーみたいな聞いたりすると思うんですけど、これに関してはもちろん10年間着れるように丈夫にも作ってるし、なおかつ例えば色白とかがこういうコーヒーとかで汚れたりすることあるじゃないですか。そうした時にさらに白ってなかなか色抜けないと思うので、そういう時はさらに上から色を足していく。例えばネイビーにしたりとか、あとはまあ最終的には黒になるらしいんですけど、黒にしたりとかしてその変化も楽しみながら着用していくっていうのがここのブランドのコンセプトであるらしいので、例えば T シャツとかやったらもう最初から黒買うっていうのも手なんですけど、あえて白を買っておいてどんどん汚れとかを上から着色して分からんようにして10年間着ていくっていうやり方があったりするので、こういうコンセプトが好きな方からしたらこれは結構おすすめかなというふうには思うんですけども、これに関してもコットン 100% を使用していて、まあ、ものづくりに結構特化してるようなブランドになってるので、それこそ生地を作るところ、縫製をするところ、染色をするところ、全て日本の企業で行われてたりするので、まあ、本当に洋服が好きっていう感じの方、まあ、だからトレンドが好きとかじゃなくて洋服が好きっていう方なんかには結構受けるような感じの白 T かなというイメージはあります。では着用していきたいなと思います。はい、とまあこんな感じですね。まあ、少しゆったりした感じで、まあ、これも L サイズなんですけど、あの袖とかも少し長めに設計されているので、小短かったらピュッて浮く、さっきのグッドウェアとかまあこんな感じでピュッと浮いてたと思うんですけど、まあ、しっかりこうストンと落ちるような感じになっているので、まあ、今っぽいシルエットというかそんな感じの作りということになっております。まあ、特に首もめちゃくちゃ締まってるっていうこともないし、逆にめちゃくちゃ開いてるっていうこともなくて、まあ、なのでラフに着れるというかさっと着れて、まあ、クローゼットとかにあったらまた着たいなと思わせてくれるような、まあ、白 T かなという感じで思います。では次いきます。では次はこちらがですねユニクロのエアリズムになってますね。このエアリズムはこちらも L サイズなんですけども、もうなんか早速これ染みついてるな、まあそんな感じなんですけども、これはですねあの1枚900円とか今やったら700円台ですかねであるっていう感じになってて、まあ本当に肌着としてもともとは開発されたけど、これのエアリズムクルーコットン、エアリズムコットンクルーネックティーみたいな感じの名前なんですけど、まあそれに関しては1枚でも着れますよという感じでは言ってるんですけど、まあ、これあの紹介動画でも言ったんですが、生地の糸をめっちゃ細くしてて、それのおかげで着心地が滑らかで、なおかつ風通しがいいっていう話はしてるんですけど、その時もお話はしたんですが、そういう生地ってデメリットとして劣化しやすいんですよねって動画内で言ってるんですけど、まあ、まさにそんな感じで 1,2 回選択肢だけでやっぱ首元が若干よれてきてるっていう感じではあるんですけど、まあ、これも着用していきたいなと思います。はい、とまあこんな感じになっててですね、まあ、こちらも L サイズにはなってるんですけども、まあ、こんな普通に至ってシンプルな感じにはなってるんですけども、やっぱりこう首元見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、今ピンマイクつけてるっていうのもあるんですが、そうじゃない部分とかもちょっとよれ出してる感じはあるので、これ本当にまだ1回か2回しか選択はしてないんですけど、まあ、それぐらいよれやすいっていうのは、まあ、この辺に関しては値段考えても仕方ない部分でもあるし、その糸を細くして着心地を上げてるからこそ仕方ない部分であるので、まあ、逆に言うと US コットンみたいにガシガシしたやつって着心地はそんなに良くないけど丈夫なので何回洗っても変わらないんですけど、こういう糸を細くしたりとか糸が高品質なものになっていけばなっていくほど劣化が早くて、洗えば洗うだけへたってきたりしやすいので、まあ、この辺はどっちを取るかによって全然変わってはくるんですけど、まあ、着心地に関しては確かにいいかなという印象にはなってて、今まで紹介した8点は全て L サイズで着用はしてるんですけど、今から紹介する9点目10点目に関しては両方とも M サイズで着用してますので、そちらの紹介していきたいなというふうに思います。では次はこちらの白 T になってるんですけど、これがですねあの雑誌のビギンっていう雑誌あると思うんですけど、まあ、そこと糸を作ってる会社っていうのがコラボで作った T シャツになってて、毎月7のつく日たとか7日かなしか販売されてないので、月に1回しかオンラインで販売してないっていうものになるんですけど、まあ、それでもあの人気で結構売り切れたりするらしいので、まあ、欲しい方は毎月7日にあの販売されると思うのでそこを狙うべきだと思うんですけど、僕以前これ7名の方にプレゼントさせてもらったっていう動画出してるんですけど、これ7名の方に実際プレゼントさせてもらったんですけども、なんで7なんかっていうとですね、めちゃくちゃこれこだわりがある T シャツになってて、糸の素材をですね全て7で縛ってるんですよね。例えば 77% がコットンを使ってる、 7% はナイロン、 7% はポリエステルで、 7% はレーヨンということになってて、一応タグの表記としてはですね、
コットン77、ポリエステル7で、ナイロンとレヨンだけ8っていう風になってるんですけど、まあこれに関しては四捨五入して8にしてるらしくて、本当は7点何パーらしいんですけど、表記で7点何パーって書けないじゃないですか。だから四捨五入して8っていう表記にはしてるみたいなんですけど、まあ、基本的には7で縛ってるっていうぐらい、そのラッキーセブンとか、あとサイコロの目って表と裏出したら7になるじゃないですか。3やったら後ろが4になってるし、1が上に来たら後ろが6になってるしみたいな感じで、まあ、そういう縁起のいい数字やから7を彫り込もうっていうことで、7をコンセプトに作った T シャツっていうことになってるらしいので、まあ、7名の方に僕もプレゼントさせてもらったっていうことはしたんですけども、まあ、これに関しては本当に糸を作ってる会社とコラボしてるっていうところでできるようなことになってて、普通そんなこだわり出せないんですけど、まあ、糸を作ってる会社って要は紡績っていうんですけど、その紡績の会社やからこそできるこだわりが詰め込まれた T シャツということになってて、今現在もちょっと何のかに売ってるかどうか知らないんですけど、まあ、それは気になる方はちょっと調べていただければなというふうに思いますし、もし販売リンクがあれば動画説明欄下に貼っとこうかなとは思うんですけど、まあ、こちらも早速着ていきたいなと思います。はい、という、まあ、こんな感じになってるので、まあ、本当にジャストサイズっていう感じですよね。丈とか見てもジャストサイズだし、横が特に大きいっていう感じでもないので、まあ、僕は結構こういうジャストめなサイズ感好きなんですけど、まあ、こういった感じのサイズ感ということになってます。まあ、ただサイズを L とかに上げればもう少し大きくはなると思うんですけど、その今流行りの袖が極端に長いとかっていうような感じではないかなというふうに思いますし、まあ、ちょっとこれに関しては販売してるかどうかは今の段階でわからないので、ちょっとこの辺で終わりたいなというふうに思います。では最後10点目っていうのが、こちらのフォースはベターという日本の会社が作ってるパックティーということになります。でこれがですね、ちょっと変わってるというか特殊なんですけど、このフォースはベターというブランドがですね、その普通の無地ティーにプラスワンの機能をつけるっていうのがコンセプトになってて、例えばこういう白ティーって普通の白ティーじゃなくて、それに生地をコーデュラっていうナイロンの生地を混ぜてみたりして、強度をぐんと上げてみたりとか、あとこれに関してはイスラエルの軍が使ってる生地と全く同じ生地を使ってでパックティーを作ったりとかっていう、その特殊な普通の単なる無地ティーではなくてプラスワンの機能がついてるっていうのがフォースアベターっていうブランドなんですけど、まあ、それが2019年か2018年からできたブランドなんで、まだそんなに月日は長くないんですけど、まあ、僕個人的にはそういうの好きなので、そういう機能が詰まってるとかだから、まあ、購入してみたっていう感じにはなってはいてるんですけど、まあ、これに関してはまあそんな感じですかね。まあ、こうそのイスラエルの軍が使用してる生地で、なおかつパックティーやのにロックオンスオーバーってことになってて、透け感とかがあんま出にくいような感じになってるので、ガシガシ切れますし、あとさらにリブがですねちょっと太めになってるので、首元も伸びにくいっていうことで、今まで紹介した白 T の中で僕一番着用回数が多いのが多分これちゃいますかね。これが一番多分今年買ってるんですけど、もう優に20回以上はもう選択してるっていうぐらいガンガン使ってるので、まあ、これが一番使用頻度は高いんですけど、まあ、着用していきたいなと思います。はい、とまあこんな感じになってですね、これが2枚入りで4000円とかなんで、1枚2000円ぐらいの換算なんですけど、まあ、それにしては結構丈夫な作りになってるんちゃうかなという感じで、まあこれは M サイズで着用はしてるんですけど、サイズ的には別にワンサイズ上でも問題はないですし、まあ、普通にジャスト目で着たいんやったら M かなということで僕は M を着てるんですけど、まあ、結構その先ほども言ったみたいに使用頻度が高い割に伸びてないですよね。首とかも結構がっちりしてるし、で僕が動画作ってから購入された方も多いみたいで、まあ、結構そのプラスワンの機能って男心くすぐるじゃないですか。だから多分まあそういうところで人気あるんかなと思うんですけど、まあ、そのフォースアベターのパックティっていうのがまあこちらという感じになってます。まあ先ほども言いましたが、これともう一個前に紹介したあの7の T シャツですねは2つだけ M サイズで、あとは全部 8.L サイズという感じにはなってます。はい、ということで、まあ、一応全部10点紹介して着ていってみたんですけども、まあ、ざっと簡単には説明させてもらったんですけど、ちゃんとした説明とかは別動画でレビューの時にお話はしてるので、まあ、割愛させてもらって、着た感想とか着てみて分かったことっていうのをポッて掘り込ませてもらったんで、まあ、もし今後購入したいなとかって思ってはる方がいらっしゃって、もし、まあ、さらにもうちょっと詳しくっていうのであれば、下の動画説明欄にリンク貼ってますので、そこから見ていただければいいかなというふうに思いますし、まあ、僕も10点連続で紹介してちょっと疲れたので、もうこの辺で終わりにしていきたいなというふうには思いますということになってますので、本日はですね、僕が持ってる白 T10 点を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。